はい、今日も日本の未来を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川松真一郎です。この動画は8月18日木曜日の午後3時に撮影をしていますが、連日お伝えをしていますけれども、この東京都小池都政が決めた外国人起業家に対しての支援のこの融資についてですね、まあいろんな方からいろんな問い合わせもいただくし、いろんな話が出てきています。で、現状今この3時の時点でですね、私が確認している、まあ私が確認しているということですから、まあ確定の情報として、本来であれば小池知事やですね、東京都の広報が積極的に発信すべきなんでしょうが、今はもう皆さん方からの問い合わせで電話やメールがパンクしている状態ですので、まあ私がお話をしていきますので、改めてですね、まあお話を聞いていただいて、その上でこの政策を、まあそもそも外国人に必要ないんじゃないかという意見もあるし、でもまあいろんな制度融資だとか含めて、で日本人向けのこともちゃんと説明しますので、今日しっかりとご説明していきますので、最後までお付き合いいただきたいと思います。またチャンネル訪れたのは初めてだという方はチャンネル登録してください。そして皆さんからいろんなご意見いただきたいと思ってるんですね。皆さんからいただいたコメント、書きにいただいたコメント、すべて目を通した上で次の配信、政策提言につなげてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。動画を見ていいねと思った方はいいねのボタンを押していただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします、ということなんですが、まずとにかく昨日から今日にかけて私のところに多いのは、もうすでに外国人のその起業家、創業家に対して1500万円の融資が実行されて、そしてその1500万入った途端にとんずらしちゃったっていう事例があるようだけれども、どうなってんだと、本当にお前ちゃんと予診審査する、金融機関が貸すから心配ないんじゃないかみたいなことを言っていたのに、川松大丈夫かというご意見がもう山のように届いております。そして今回ですね、こういう、まあ、チラシも出てるんですね。外国人起業家のための資金調達サポートという、まあ、このチラシが出てるんですが、割とですね、条件はかなり僕は厳しいよということを何度も言ってるんですね。というのは、東京都が確かにそのビジネスコンシェルジュ東京という、まあ、ある種 の、 その東京都が持っている創業支援の組織ですけれども、こちらが事業計画を見て、で、GO が出たら今度は金融機関がチェックをして、予診審査をして、そして、あ、ここだったら融資できるねと。で、そして、お金1500万円マックスで、実行していくというプランなんですが、なかなかですね、この企画がやっぱ通らないというふうに見ています。予算の枠は確かに取ってますけれども、東京都が直接チェックをして直接お金を貸すわけではなくて、あくまで東京都は統括支援機関というところ、これが事務局になりますけれども、連動して金融機関が最終的にお金を出すわけです。で、金融機関がお金を出すわけですから、この融資の責任というのは東京都ではなくて金融機関なんですよ。で、一応その、例えば貸し倒れが起きた時には東京都と金融機関で相談をして、いや、これはどういうことだったのと、じゃああなたたちの審査、予診審査ってどうだったのってやっぱチェックした上でですね、この割合を決めますから、なんか一部では55みたいなことが出てますけれども、場合によってはその55のことがあるかもしれませんが、場合によっては金融機関が全部被ると、それは東京都譲らないよとか、まあ、いろんなケースが考えられるので、貸し倒れしたから即東京都がリスクを負うという制度ではありませんが、じゃあその1500万円融資、この制度を使ってですね、この制度を使って融資が実行されたのに逃げちゃったケースがあるんだ、お前どうするんだと、川松ってずらっと昨日から来てますね。私のツイッターのリプにもたくさん来てます。ところが、少なくとも今私確認しましたら、東京都のこの融資を実行する部隊の事務局として、この外国人起業家のための資金調達支援の融資策というものに関して融資が実行された事例は、昨日もお伝えしてましたけれども、今のところ確認されていません。確認されていませんので、もしかして外国人の方がお金を借りて、金融機関で借りて消えちゃったというケースがあるとするならば、これじゃない、違う融資制度ではないかというふうに私は思っております。ただ今もう一度再度ですね、きつく言って、じゃあ例えばそのビジネスコンシェルジュ東京というところに6月28日から申請を受け付けているならば、何件相談にあって、そして何件 GO を出したのかで、今のところ GO は出ていないと、一件も出ていないというのは我々聞いてますけれども、実は現場レベルでですね、
知らない間に出てちゃった。それはそれでですね、私は都議会議員として調査してきてね、調べてるのに、僕の調査に対して嘘言ったってことになりますから、それはそれで、まあ、都の役人とすれば大問題なんで、ゼロで出てるというふうに私は、もう何がこうなってくると、情報が錯綜してくると、何をもって信じていいのか分かりませんが、私は現場の都の役人の皆さんを信じたいと思います。で、この件で、何度もとにかくこんなの制度外国人にお金出して何なんだ日本人のことどう思ってるのかってもう電話やメールが殺到してますから、現場の職員はもうその対応に追われちゃっていて、実態の今どうなってるのかとかね、その金融機関がどう思ってるのかみたいな、本来だったらレポート上げてこなきゃいけないけれども、そこに手がついていない状態です。で、私は制度の説明をした上で、その上で、いや本当に 100% この制度はなしなのかありなのか、あるいは個別の細かいところの制度を変えることによって、これは都民の皆さんにとってプラスになるのかどうかということを判断したいね。その思いで、あえて制度の説明をしているわけですね。別に僕は小池、反小池だとかでやってたのに、いきなり小池にひよったのかみたいなね、コメントもありますけど、そんなことはなくて、僕は常に小池都政とは、その政策を持って、あるいは一つのエビデンスを持って、柱を持ってやってきてるわけですよ。中国側に防護服を送った時だって、ただ雰囲気で私はやったんじゃなくて、様々なエビデンスやいろんな都庁の職員からいろんな情報、膨大な情報を集めて議会で小池知事に問いただしたわけですね。今回も同様に現場現場の情報を集めてですね、ダメなものはダメ、いいものはいいっていう判断をしていかなければいけませんが、少なくともこのネット上で炎上したことによってですね、都の職員、あるいはこの現場の金融機関の関係する人たちが、そっちばっかり仕事に追われちゃってるってすると、これは本末転倒ですから、私は説明をしています。ただ、本来は戦略広報部というのを小池知事肝りで作ったんですよ、今回。ね。戦略広報部を仕事すればいいじゃないですかって、やんなかったら俺が戦略広報部長になろうかって、まあ、そんな気分ですよね。まあ、僕は戦略じゃなくて、単純に、分かっていらっしゃらないことを分かってほしいってことでやってるわけです。で、特に僕は日本人向けということだと、今回この外国人の起業家は1500万円上限で貸しますよと、こういう制度になってるんですね。で、当然ここには書いてあるんですけど、保証人は、まあ、なしでもいけると。で、担保も無担保でいけると。ただ問題は、事業計画というものの中身、あるいはちゃんとその実態、どういうところで、まあ、構えて、そしてどんな商売をして、どういうふうに契約が取れるかみたいな、あるいはお店だったりお客さんがどう来るかってことも、見極めた上でお金出しますよと。で、固定金利 2.7%、10年以内というような事業なんですが、日本人向けないのかということでですね、私はこの説明をしてるわけですね。女性若者シニア創業サポート事業のご案内、これも産業労働局の金融部が出しているチラシなんですけど、こちらもかなりの今信用組合とかですね、信用金庫が参加してます。ですからこれに関しては私は皆さん大いに活用されたらいいと思うんですね。女性は年齢、要件ありません。男性は若者とシニア、若者は39歳以下、シニアは55歳以上、つまり40歳から54歳までが対象外になってしまうと。で、これ 1.0% なんです。1500万円以内の 0% で、まあ、金利をやっていくんですが、おかしいじゃないかと。じゃあ男性の40代、ね、50代の前半、この人たちにお金貸さないなんておかしいでしょと。で、そこも貸さないのに外国人の制度を作るなんておかしいんじゃないかっていう話になってるんですが、実はそもそも論、こっちはですね、同じような1500万の制度なんですが、東京都の審査いらないんですね。金融機関の予診審査のみで貸していける制度ですよ。だからここに外国の方がですね、同じように取り組んでるかといえば、外国の方の方がかなり厳しくなってるんですが、それでもこれだって1500万円貸すけれども、こっちの制度ももう日本人の40代置いてかれてんじゃないか、おかしいじゃないかっていう方がいるんですが、改めてもう昨日もお伝えしましたけど、まだまだ僕の発信力がなさすぎてですね、ぜひ皆さんにもこの動画拡散してほしいなと思うんですけど、一つの融資制度というのがあります。創業支援の融資制度、東京都作ってます。これでカバーできないな、女性やシニアの皆さんがなかなかね、担保も含めてですけれども、いろんな意味でのその事業計画だとかも含めてサポートがないときついねと。でもアントレナーシップというのがあって、東京でいろんな方が起業していく、そしてそのことによって経済が回っていけばいいねという制度で、
小池知事が来る前に私たちと一回自民党が東京都の産業労働局と一緒になってこれ作ってきた。小池さん来る前に作ってきて、当初20億円ぐらいの予算規模で始めて、信用組合の皆さん方にこれ融資お願いしてやってくださいとお願いしたかった。でもなかなか、いやそんなの大丈夫って言われて、私もせっかくこういう制度を作ったんで、都内に起業家増やしましょうよって、一緒になって頑張りましょうよと、私も信用組合のね、こう、信用組合協会ってあるんですよ。信用組合をまとめてる、まあ、信用組合のなんか組合みたいなもんですけど、その組合の私、事務局、京橋にあって、今は建て替えて綺麗になりましたが、まだ旧ビルの時にも行って、どうにかしてこの融資の枠ね、増やして、東京の経済活性化させたいっすね、なんてやっててですね、で、一つ一つ金融機関に協力を仰いで広げていって、20億で始めたこの融資のその総予算額がですね、今180億まで伸びてきてるんですね。だから、これはこれで私は効果があったと思うんですよ。で、これは外国人を今やる必要があったかどうかって別ですよ。この流れの中で、やっぱり外国人起業家もどんどんこう東京で起業することによって成長すれば経済は回ると同時に、そしてまあ納税で返ってくるわけですから、東京がまあ潤っていく。で、そのことによって、まあ地方の皆さんも含めてですね、いろんなものが行き交う、お金が行き交う、人が行き交うことによって、東京の経済が発展すれば日本全体が良くなるんだという、これが川松性善説だと言われれば理想論かもしれないけれども、それお金が回らないことには何も始まらないんでしょうという私は思います。で、そもそも、じゃあどういう制度があったかというと、これも実は令和4年の7月に出てるものなんですが、これ東京都の産業労働局が中小企業向け融資制度という冊子が出てて、もう何しろいろんなメニューが出てますよ、これ。ね、ご興味あったら見ていただければ。東京中小企業の融資向けのいろんな融資の制度があります。だから、実は東京都何もやってないわけじゃなくて、日本人や都内事業者の皆さんに向けて、いろんな制度を作ってきたんですが、今ご紹介したこちらの制度の前段階とすると、大原則として、実はね、創業融資ってなるんですね。創業の融資メニューとあって、こちらは3500万円です、上限。ただ利率とすると 1.9% から高いところで 2.5%、まあ、いろんな枠があるんですけど、ただ先ほど言った外国人の1500万円はね、この制度よりも融資利率低いんですよ。で、金額高いの。だから日本人の皆さんはぜひね、この東京都産業労働局がやっている創業融資の3500万円の制度を使ったらいいんですよ。で、これも金融機関がやりますし、これ無担保でいけます。で、もちろんこれも予審審査あります。予審審査を経た上で3500万円マックスでお金が借りられますよっていう創業支援があり、それでもこの3500万円だから審査厳しいかもハードル高いかもという時には、これ東京都がやってる若者女性創業シニアで、まあこれ、男性は年齢制限がかかってますけれども、こっち3500万円です。こっち1500万円です。で、いずれにしても金融機関がチェックをしてサポートしますから、いろんな意味で金融機関だって貸し倒れはしてほしくないわけですからね。したら自分たち不良債権抱えることになりますから、一緒になって、あ、これは物になるなとか、あ、これは可能性あるんじゃないかというものに対してお金を出していくという制度が日本人向けにありますから。ありますから、ぜひ皆さんもね、せっかくこれはもうたくさん、その金融機関だとか、資本商協会とかって、まあ、いろんな制度もありますし、まあ、例えば小規模事業融資とかね、小口のフリーランスの皆さんの支援をするための制度とかいうことが2000万円とかですね、まあ、一般事業融資、中小企業者に向けても、これ、まあ、億単位の予算とか、販路開拓融資、設備融資、経営強化融資、事業承継の融資とか、経営安定とかいっぱいありますよ。ね、借り換え融資とかね。借り換えすることによって、率がこっちが高い、こう、利率からですね、低い方に借り換えますみたいな、このサポートしますとか、かなり東京都は、やっぱ、中小企業で支えられてるんです。大企業の本社があるから、なんかそちらがメインのような東京、キラ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 したイメージですけれども、もう、大企業よりも中小企業の皆さんがたくさん活動されることによって、首都東京というのは動いていくんだと。だから、その、すでに動いている人たちを助ける制度があり、そして新しくやっていこう、作っていこう、起業家しよう、創業しようという制度がこうやってあった上で、まあ今回、小池さんは外国人のこの起業家のための資金調達の支援の優策というのを6月27日にプレスリリースしたということなんです。で、これ、都議会も一体何やってるんだって話になるんですが、都議会の、例えばですね、融資はどういうふうに審議ですね、予算審議っていうのは、確かにこれも基本全部その制度融資に絡む案件ですよね。
で産業労働局というところであれば金融部というところが関わるあのメニューなんですよ。そうすると金融部でこれくらいの規模感で予算やりますよとドーンと出てきますが、じゃあ、この中に今言ったよね、じゃあ一つ目さ、今から審議しますよ、小規模の事業融資、小口のフリーランスですか、クイックのつなぎですか、創業の支援ですか、海外展開支援ですかって一個ずつこう議題に合わせてですね、議案を出して審議するということではないので、当然この外国人起業家のための、資金調達サポートの、事業をですね、都議会で審議したかといえば広い意味では審議してるけれども、この個別案件については審議していないですね。こう大きな中に混ざっていたということです。ただそもそもこのビジネスコンシェルジュ東京の活動の動きも含め、この支援も含めて、これって2年前の2020年にやろうと思っていた、コロナの前にやろうと思っていた東京の制度で、やはり世界で一番の東京を作ろう、ニューヨークやロンドンを抜いていこうという時に考え出された、外国人の起業家がもっともっと東京でこの機に発展していけば東京の経済が潤っていくんじゃないかっていう思想から作られてきたものが、2年後に温められてきたと。1年経って2年経ってずっと温められて、いつのタイミングで出そうかって考えてきて、ボンと出してきたような制度ですから、やっぱこうコロナ禍だからこそ、コロナを乗り越えるためにもうちょっとその外国人の起業家がじゃあ東京都とどう絡んでいくのかとか、都民の皆さん、都内事業者の皆さん、あるいは日本の企業の皆さんとどう絡んでいくかところまでもっと細かい条件をつけて出すべきだったでしょうが、そこの表に出す出さないの事前段階での議会の審議というのは行っていないですね。ですから今後、いろんなこともあると思うし、皆さん方からもいろんな質問だとか疑問点がたくさんあると思いますんで、きっちりやらなきゃいけないし、当然これで貸し倒れするなんてことはあってはならないです。預託金というものを東京都は一回お金出して、お金戻ってくるという前提で預託金は出してますけれども、それは貸し倒れなんてあっちゃいけないんで、夜逃げするとかね、そんな人には貸さないですよって。一体銀行はきついでしょ、貸さないでしょ、そういう人には。銀行も商売ですから、やっぱ今回のことで利率で銀行が入ってくる、同時にその企業が成長してまたお金を貸して利率が入ってくるというのは、これ金融機関のビジネスモデルですからね。そう簡単にやっぱこう信用組合、第一勧業信用組合もケラボシも自分たちが融資を実行する以上潰すわけにいかないという前提に立って、これは見ていかなきゃいけないので、もう少しですね、ビジネスコンシェルジュ東京の実態っていうのは、その要はどういう何件ぐらいね、外国からすでに、じゃあ6月28日から約2ヶ月弱ですね、今経ってきて、何件ぐらいこう希望があって、それで何件ぐらい通りそうかっていう情報が入ったらね、またお伝えしますが、今聞いてるところによると、そうは広まってないと。そうは広まってないということですね。ただ今回のこの SNS の炎上だとかを含めて広く多くの人たちが知ることになりましたから、それを受けて、さあ私もと初めてアプライしてくる人はいるだろうというふうに見ています。でも、何度も言ってるように、これはかなり厳しく審査をしていくという前提でやっていますので、審査をする側の責任と権限、そして小池都政、あるいは私たち議会も含めて責任を持ってこれは見ていかなければいけない融資制度ですが、全ては東京都のため、都民のため、都内事業者の皆さんのため、それが日本全体の発展になるための活動じゃなければ、やっぱ公的なサポート、公的なサービスは認められるわけにいきませんから、厳しくチェックをしていくということは間違いありません。別に私は小池さんの応援団をしているわけじゃないんですが、現場で働いている皆さん方がとにかくパンクしてますんで、少なくともまずは私のいろんな過去の動画も確認した上で、いやそれでも外交人いらないよって言われても、現に例えばこういういろんな制度の中では融資でも、銀行は外国人にお金貸してるんですね。銀行貸してますから、別に今回が初めてじゃないので、そこをどういうふうに見ていくかと、じゃあ日本の金融機関は全部外国の人たちに貸しちゃいけないのかとか、だからその線引きもどういうふうにチェックをしていくかってことは大事かもしれませんが、私は不正に利用されないのであるならば、あるいは本当の目的外、さっき最初から言ってるような永住権獲得、ビザを狙い人のためにですね、みんなが群がってくるような制度の、それはもう 100% あっちゃいけないです。そんなことじゃない。やっぱこう東京を盛り上げるためにどうするか、日本を盛り上げるためにどうするかというのは我々の仕事ですから、そこの線は絶対に外さずに皆さんと、未来を切り開いていきたいなと思います。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。